乾杯ということで。なんかどうも正月気分が抜けなくてですね。全然抜けません。もうね、今回はこれでやりながら、はい、ちょっと飲みながらやらさせてください。いやということでね、はいはい、今回、4ヶ月にわたってか、うん、やってまいりました。ファーストシーズンの最後ってことですか、はい、最後の月。そうなんです、うん、一旦ちょっと区切りをつけようじゃないかと。あ、なるほど。いうことです、ね、ほうほう。でその記念すべき、4ヶ月目の特集は、うんうん、ラバサルでございます。ラバゴム底ね、うん、中学校の時ですよね、多分初めて聞いたの、ラバーソウル。そうですね、まあ大体中学でビートルズに接しますからね、うん、でラバーソウルと聞いて、うん、やっぱりすぐに思い浮かんだのはゴム底。ゴム底、あのラバーソウルの、 あの靴あるじゃないですか、うん、あのイギリスの、はいはい、あれですかね。本格的ですね。僕はね、うん、あの五感だけで、うん、ラバーズソウルだと思ったんですよ。恋人たちの魂だと思ったの。っていうのが、うん、ミッシェルだとか、うん、ガールだとか、うん、ラブバラードの傑作が入ってるじゃないですか。ああ、確かに確かに、うん、始まりは R ですけどね。そう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 。いや、もうそんなこと、こラバー、そ、 R で始まるラバーズソウルだったら、こする魂ラブ、ラブ、こする。さすがだ、俺中学の英語散々ですから。R だろうが L だろうが、もう、はい、五感で聞いたらラバーズソウルは恋人たちの魂。まあ、そっちの方が素敵ですけどね。うん、あとはまあね、うん、あのそんな感じで、多分そのビートルズのタイトルとしても、うん、これあの初のトータルアルバムというね位置づけにあるんですけれども。ほうほう。どういうことでしょう。というのはね、うん、やっぱりもうジャケットもそうなんだけど、うん、その問題のラバーソウルっていうタイトルもそうで、うん、これは65年のですね10月からと。始めて、うん、なんと2ヶ月後の12月にもう発売しちゃってるんですけれども。本当、いや、もう65年のビートルズというのはめちゃめちゃ忙しいんですよ。あ、そうね、うん、もう2回目の全米制覇を夏やって、うん、でその前にあのヘルプという映画を撮ってるんですよ、うんうん、でサントラを出して、はい、でこの録音に入ったのがわずか4ヶ月後ですよ。ヘルプの録音が終わってから。すごいね。急激になんか大人になった感じがしますよね、ヘルプから。ああ、確かにね、うん。で、それまでのアルバムのタイトルっていうのも、うん、その一番最初は Please Please Me でしょ。はい。で、次は With the Beatles。うん、まああのアイドルらしいビートルズと一緒に。はいはい、はい。で、例えばあのハードデイズナイトにしろヘルプにしろ、それは映画のタイトルで曲名でもある。うん、で、For Sale。これも売り出し中ってことで、まあ、いわゆるアイドルな感じですよね。で、ところがこれに変わってからは、うん、ラバーソウル、はい、これはですね、うん、同じ年の夏に、うん、ローリングストーンズのサティスファクションが流行ってるんですよ。あー、なるほどね。いわゆるモータウンサウンドを大胆に取り入れたと言われてるね、うん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 、で、それにポール・マッカートニーとか、すごく影響を受けて、うんうん、結局今日ご紹介するドライブ・マイ・カーの話にもなるんですけど、うん、ほうほう。その時にローリング・ストーンズが本当のソウルミュージシャンから言われてたのが、うん、プラスティック・ソウルっていう言い方なんですよ、ね、なんちゃってソウルなんですよ、はいはいはい、うん、でどうせミック・ジャガーなんてねソウルなことやってもなんちゃってじゃんみたいなことで、うんうん、みんなでこう小バカにされてたわけ、本場のアメリカのミュージシャンから、うんうん、でもそれをまた180度逆手にとって、うん、まあ俺たちイギリス人だし、うん、ソウルフルなのをやっても、うん、これはラバーソウルだぜっていう風にこうつけてあるんですよね。ほうほー、皆さんご理解できましたか。だからゴム底でもなく、うん、もちろん恋人たちの魂でもなく、うん、はい、そういったね、はい、あの意味合いが込められている。なるほど、うん、あとね、うん、あるやっぱり本で読んだんですけれども、西洋海外に例えると、うん、このビートルズのラバーソウルっていうのは、うん、まあ一つの分岐点ではあるんだけど、うん、その海外に例えるという意味だとね、その最初はみんな模倣から入るんですよ、うんうん、絵でも、うん、あれ楽器でもそうですよね、うん、コピーから始まる、うん、コピーモノマネから始まるんであって、やっぱり初期のビートルズっていうのは、うん、50年代のロックンロールを下敷きにして、うんうん、まあそのロックンロールミュージシャン、リトル・リチャードだとか、うん、チャック・ベリーだとか、うん、そういうのを模倣しつつ、うん、少しずつ改良を加えながら自分たちのオリジナリティを作っていったということなんですね、うんうん、
で絵画の世界でも、うん、その写実派っていうね、うん、そういったもうありのままに描くっていうところから、うん、次あの抽象的なあの印象派っていうのに変わるんですよ、うん、で印象派っていうのは、うん、画家でいうとモネとかね、うんうん、ルノアールとか、つまりその見たまんまを描くんではなくて光だとか風だとか空気だとかを絵画の中に、うん、今俺なんで笑ってるかっていうと、うん、編集で2倍速になってんじゃないかなと思って長いねで結局このアルバムっていうのも、うん、そのロックンロールを下敷きにしたことではなく、うん、やっぱりポールとかジョンが感じたものが、うん、感性がどんどん入ってきた曲だ。ああ、そういうのはありますね。あの、うん、例えばロックンロールだったら A で始めたら次は D じゃないですか、うん、なんだけど A から D に行く間に C シャープマイナーが入ったりとか、うん、F シャープマイナーが入ったりとか、例えば D 行く前に G が入ったりとかっていうような、うん、あの発展の仕方っていうのしてますね。ああ、作曲家的に見ると。作曲家的に見ると。そうですよね。うん、もう一回絵画的に見ますと。そんな感じでいくんだけど、今。次、やっぱり次の時代がアバンギャルドに入っていくんですよ。うんうん、ホワイトアルバムっていうのは、はい、結局その何もない画面に番号だけが入っているもの。うんであるんだけども、それっていうのはやっぱりジョンが小野洋子とこう知り合って、うん、そういう前衛芸術みたいなところにこう何身を投じるようなところとこうリンクするんですよね。だから、うん、ビートルズの活動としてはね、うんうん、まあバラバラのソロアルバムの集合体とホワイトアルバムとか言われてるんだけれども、うんまあ、その中でももうジョンの主張とかは常にもうアバンギャルドの世界に入っていったのが、そういうジャケットだとかタイトルなしですから、うん、ホワイトアルバムというのは通称なんで、ね、一応ザ・ビートルズっていう名前は入ってますけどね、うん、だ正式アルバム、これでもラバーソルトはちょっと離れますけど、はい、正式アルバムはザ・ビートルズ、あ、はい、ホワイトアルバムはね、はい、まあなのでね、うん、何が言いたいかっていうと、まあ、そういったその絵画の歴史の中にもビートルズをこう当てはめるとラバーソルトというのは重要な分岐点であると、あ、まあ、そういうのはあるかもしれない、こういうことが言えると、うん、あとジャケット、うん、ロバート・フリーマンっていうカメラマンが撮ってるんですけども、うんまあ、普通この前のアルバムのヘルプまでだったら、うん、多分ねピカピカのキラキラのアイドルですみたいなこんなことをやって、はいはいはい、キャーキャーやってるんですけど、はいはいまあ、一人も笑っていない、はい、笑っていないどころか写真が歪んでいると、うんうん、こういうのを使うっていうところが、うん、その脱アイドル宣言っていうのかな、あるんでしょうね、うん、俺たちはちょっとツアーにぶつかれちゃったしみたいなのもあるんでしょうね、もうね、うん、これまだ辞める1年前ではあるんだけれども、すでにね、うん、まあそもそもがヘルプっていうこと自体がジョンの悲鳴がね、うん、自分では分かってなかったんだけれども、うんうん、潜在的に悲鳴を上げてたっていうことですから、はいはい、まあそうは言いながらも、うん、このビートルズのこの頃ってもう絶頂期ですから、いやーもうかっこいいですよ、うん、ツアーもやってるしレコードでもかなり実験的なこともやってるし、うん、っていう、本当にそのヘルプまではアイドルということで割とその男性とか評論家からは、うんまあ、アイドルだしなみたいな一つのこうフィルターがかかってたわけですよ、うんうん、でところがやっぱりこの辺を分岐点にして、うん、その音楽的な部分がまあ、男子たるもの聞くに足るみたいなねあれちょっと今よく分からない明治の男みたいな感じですけどね、はい、いわゆるそのポピュラリティが得られたっていう、そのアイドルからの卒業みたいなね、うんうん、その音楽性が認知されたというような方法かな、はい、いうことがこのラバーソルだったという、うんうん、ということで今日の1曲、はいはい、ドライマイカー、ドライマイカー、A 面曲の話になりますけど、はい、ようやくなんですよ。絶対2倍速。どれくらい回ってるかよくわからないですけど、ベースはこれポールの新しいベースですよね、きっと。ポールのニューベースでしょうね。うん、リッケンバッカー4001ですか、うん。もうなんか最初からベースがブンブンいってますからね。いやもうかっこいいわけ。あのね、ベースポールマッカートニーのライブを何度か見に行ってるんですけど、うん、あのベースね、ポールライブではこうやって弾いてるんですよ。ああソロライブね、こうやって
だけど、ああ、そうか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 、だけど、うん、レコード聞くと、そうだよね、これでいいじゃん、うん、で、俺もそうだと思ってたの、うん、ポール、しょうがねえな、もう楽こいちゃって、まあしょうがない、本人が弾いて歌ってんだから、まあ、しょうがないけどって思ってたの、うん、ところが、最近あの、アイソレイテッドの YouTube とかあるでしょ、ドライブ・マイ・カーがあったのよ、ドラムだけ、ベースだけ、あ、はいはい、そしたら、こうやって弾いてんの、うん、ポールが正しかったきっとあのジョージかね、ジョージのギターがこうやってサポートしてたんだ、ね、なってって、ロックンロールってそういうのよくあるじゃない、ベースとギターがユニゾンになってるみたいな、それに引っ張られてたんだね、うんうん、びっくりしちゃって、で一回先日何々のお家でリハーサルをした時に、ちょっとそのポールのベースでやってみていいかって言ってやってみたんだよね、はいはい、うん、もうね全然グルービーじゃないの特に、まあ、2人だからつまんだからね、バンドでやったらまた違うのかもしれないけど、うん、で結局今日やったドライブ・マイ・カーはこっちの元の通りです、ジョージの方の、はい、いや、やっぱそのフレーズが残るっていうか、うん、かっこいいよね、かっこいい、うん、モータウンって感じするよね、そうそうそう、あのギターのカッティングはね、ジョンなのかな、すごいやっぱそれもファンクな感じのね、うん、カッティングだし、かっこいいかっこいい、本当にグルービーですね、うん、歌もそうだし、だからそれって今までのビートルズのアルバムの中にはなかったものですよね、最も黒っぽく聞こえるかもしれない、そうだね、あのガールズグループなんかの曲はカバーしたりしてね、うん、あのやったことがあって、それはちょっとガールズグループだからこう華やかで明るい感じ の、うん、あのモータウンサウンドなんだけど、うん、こんななんかなんていうのディープなメロディーっていうか、はい、リズムっていうのはなかなかあれですよね、はい、なかなかかっこいいバンドですよね、うん、だからこれで、あのよくあのポールがビート出すのに自分で叩いたりするじゃないですか、んあドラムをあ、はいはいはい、最初そうなのかなと思ったのなんか今までとは違う黒っぽいなんかさ、うん、黒っぽいのあるね、うん、あとこのリードギターってひょっとしたらポールとはポールじゃないですかね、うん、そうだよね、うん、だからなんかちょっとオールポールみたいな作品ではあるんだけれども、うんうん、でもジョンはいないかって言うとそんなことはなくって、いや、いいラインを歌ってんですよ、またポールが上歌ってて、はい、下をね、いい、もうめっちゃ渋かっこいいとか歌ってんですよ、ジョンが、ポールの声がやっぱメインで聞こえるんだけど、うん、そこのハモリのとこはね、ぜひちょっと聞いていただきたい。それからね、あのポールが言うにはこの曲がかなりその作詞曲を作る上で難航したものなんですね、あまりないんだけれども、うん、ものすごくやっぱり苦労した曲の一曲で、うん、っていうのはあのサビの、うん、あの Baby You Can Drive My Car って言われるんですか、うん、あそこがどうしてもハマる文句がなくて、うん、ジョンに相談したんだ、うん、でジョンに相談した時仮で歌ったのは、うん、You Can Buy The Diamond Rings っていう歌詞が合わせたんだってそれはもう使い古してるだろうみたいな、ちゃんと Buy Me Love だろうっていうねそれで、あの、まあ、ジョンもにも笑われたらしいんだけども、うん、その Baby You Can Drive My Car っていうね、うん、私の車を運転できるわよっていう詩なんですけれども、うん、はいはいはい、それがちょっと大人のね、はいはい、あのダブルミーニングっていうのが入ってて、ありそうですね、で曲が一気にこう艶っぽくなっちゃうっていう、はい、ところがありました、はい、うん、ベイエーですからね、あ、はい、そうそうそう、あれもまあいろいろ語られ尽くされてるじゃないですか、うん、なんか思いつきで入れてみたり、うん、そこがまたかっこいいよね、そうです、あのベイ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 ビエー、クラクションの真似をしてるんですね、車のベイベイベイエー、かっこいいです。なんかそういう言葉にならない叫びだとか、うん、イエイイエイイエイだとか、うん、ワオワオワオとか、うん、うまいっすよね。うまいっすわ。うまいっす、こいつら、うん。しかもなんかハモってやってますよね。そうなんですよ。かっこいいんだよね、うん。そのなんか歯切れっていうの、うん、っていうのはやっぱりビートルズだなと。ストーンズはちょっとないっすよね。ストーンズはちょっとないかもしれない、ね、うん。同じ黒っぽいのでも、うん、やっぱりこう違うだろう、はいはい。まずキース・リチャーズがそんなね、洒落たことは許さないと思う。
それやるんだったらお前殺すっていう。ミックお前を刺す、ね、ポップに背中を向けてる人たちだよね。そのサティスファクションでさえ出すの嫌がったらしいですからね。あ、そう、うん、ポップすぎるって。そう、うわー、俺はこれは気に入らない。本物の人たちです。じゃあもうぼちぼち聞いていただきましょうか、はい、ビートルズでドライバイカー。ドライブ・マイ・カーのイントロ、うん、あれ213曲ですか、ビートルズが公式に発表した曲は、はいはい、その中でも最もややこしいイントロとして評判なんですよ。今回何々が弾いたイントロは、ワン・ツー・スリー・フォー、タタタカタタタタタタラ、ウタタウン、アスタカー、はい、だったでしょ。じゃないの。違う。そうなの。本当は8分前に出てるんですよ、うん、だから最後の、うん、タッタララタッタが、うん、今日弾いたのは、うん、ワン・ツー・スリー・フォー、タッタラタッタッタなんですよ、はい、本当は、うん、ワン・ツー・スリー・フォー、タッタラタッタッタ、アクスタクルなんですよ。あ、8分前に出てて、あれかな、日本人のこの手拍子と同じようなことっていうか、なんかね、カウントもポールが出したらしいんですよ。はいはい、だからワン・ツー・スリー・フォッターって出るわけ、はいはい、なんでそんなイントロにしたんだろうなと思うんだけど、でもね、ビートルズの不思議なところなんですけど、成合さん、時々それで弾いてる時もあるんです。あのね、それは適当だからって話じゃないのやっぱ。そうなんです。でも何も考えてないですよ。でも今回は、あ、一泊目から始まるんだな。でも本当これはね、いろいろ語られてて、うん、最初は8分の9なんじゃないかとか、いやいや、単純に8分音符前に出てるだけとか、いろいろまあ言われてるイントロなんですね。すごいわ、うん、考える人は考えてるんですね。いや、考えてはいないけど。私は天然で聞いておりました。ということでね、はい、この素敵なラバーソルというアルバムから、うん、また続けてね、はい、今月はご紹介してまいりますので、はい、ぜひ、こちらに
よかったら登録だとか高評価、はい、ね、コメント欄にコメントとかもらえると嬉しいんですよ、ね、嬉しいな、ね、はいはい、アップしましたって言ったらそっちの方になんかコメント書きちゃって、はい、あとはあのこの後じゃんけんで皆さん勝ってください。ああ、はい、本当ですよ。ということで今年もよろしく、よろしく、また来週。